皆さん、こんにちは。大地です。僕は、月1回ね、コーチング心理学セミナーと題しまして、まあ、コーチングに関連する心理学の中からね、こう、テーマを選んで、毎月1つ。で、それをご紹介するということをやってるんですが、まあ、今月ね、ご紹介したのが、傾聴とフォーカシングというものでね、カール・ロジャースという、人と、そして、その共同研究者だったね、ユージン・ジェネリンという人の、仕事をこうご紹介したんですけれどもね、まあ、ご存知のように、カール・ロジャースという人はクライアントをこう操作しようとしないんですよね。夜中リフレーミングするとかね、で何かこう質問によって、クライアントのこう、まあ、観点を変えると意識を変えるみたいなことをねこうやって、で何かはってこう発見したりとかね、あ、こう考えればいいんだみたいなことをこうコーチが仕掛けてって作るみたいなことをこうしないんですよね。でまあ、ただ話を聞く。で、相手が言いたいことを正確に理解しようとする。で、そういう態度の中でね、クライアントは自ら大切なことに気がついて変わっていくっていうことが起こるんだよと。まあ、それが彼の世界観というか信じているものなんだよね。クライアントには実現傾向というものがあって、要は自分でね、自分は何が嫌なのか、何がしたいのか、どうすればいいのかっていうことにね、気がついてそれを実行する力があるんだと。でただこの自分の心の声を聞くとかね、内省するとかねっていうことを本来できればよくて、それを手伝いさえすればね、クライアントは自らこう変わっていけるんだと、いう、まあそういう哲学なんだよね。で今回は170人ぐらいかな、まあなんかご参加くださった人がいて、で、中にはねもう何年もプロのコーチとして活躍してるみたいな人たちもいたわけなんですけれども、でやっぱりね、まあ、原点に帰った良かったとかね、なんか最近自分がやっぱり、どうしてもねクライアントのためになんだろうけども、この、クライアントに変わってもらうためにね、なんかこう変えようとしていたなと。で変えようじゃなくてね、本当に分かろうとか知ろうとすることで、クライアントが自ら気がついて自ら変わっていくっていうのの大切さに気づきましたみたいなことをね、言ってくれて、まあそうだよねと思いながらも、なんかそれだけじゃないのね、僕が考えてることっていうのは、実はやっぱりコーチとの出会い自体が本当は異物というかさ、自分と異物との出会い、この自分と違う考え方を持つ人との出会いで、こう刺激にあふれた出会いなはずだし、それでいいと思うんだよね。だからコーチの質問だったりコーチのフィードバックだったりとかで、クライアントの意識がこうハッと変わるとかね、あ、そうか、こう考えればいいのかっていうのもあっていいと思うんですよ、全くね。でなんかね、幅が大切なんじゃないかなと思う。もう徹底的にこう相手のこと話を聞く、で、相手の世界の理解を深めようと一緒にすることね、こう徹底的に。で逆に徹底的に相手に違う視点を取ってもらうとか、違う考え方をしてもらうっていうことを試してみるっていう、これも徹底してチャレンジした方がいい。でこの両者の幅が大切だね。でそうするとすごくこう幅広いところの中で安定をするというかね、バランスが取れて、で素晴らしいセッションができるんじゃないかなと。だからこう中途半端に聞く、中途半端に質問するってね、最初はそうなっちゃう、聞き切ることもしにくいし、でこう何かね、全く別の、考え方っていうのに対してね、こう、意識を向けてもらうというのも難しい。だんだんこう聞く力もそうだし、それから全然違うものっていうのにね、向き合ってもらうとか触れてもらうっていう力も強くなってくる。で時にはなんかね、相手に全然違う考え方を持ってもらうっていう方に頑張ってて、でそれの良さもあるし、それでバランス崩しちゃうこともあるし、で時にはね、なんかその反省からかこうまた聞いてで、そこで何か相手と探していくっていう良さもあるしね。でまあだから徹底的に攻めていく、徹底的に守っていくみたいなことかもしれないけど、でこの攻守のね、この、両方振り切ってね、時にはバランス崩しながらこうやって枠を広げていった時に、やっぱりねより高いところでね、こう安定する形でバランスが取れるんじゃないかなということで、両方ね、行き来しながらどっかで、バランスが取れるようなね、コーチングになっていくといいんじゃないかなというふうに思っています。まあね、そんなことでね、いろんな考えに増えね、で
普段使わない考え方にも触れたりとか、そして基本になるね、ベーシックな考え方にも触れるみたいなね、場所を作りたいななんて思って、まあセミナーやったりトレーニングやったりしておりますということです。参考まで。それではまた。